はい、渡辺美容師です。今回はね、ブラックマーケット解説のプレ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るわ。ブラックマーケット、今までの美容水だの、ブラックジャックがいて、で、コットポイントを使用して、コットポイントか、暗号キーを使用して、サプライドロップとかレアドロップをオープンして、いろんなアイテムね、獲得するものだったんだけど、場所だったんだけど、このブラックマーケット、今作 BO4 のブラックマーケットは、かなり変更してるんでね、変更になってるんで、ちょっと、早速ちょっと解説していきたいと思います。はい、頑張るぞ。ブラックマーケット。これアップデートで追加されたばっかりなんでね、ブラックマーケット、こういう風になってるんですよ。11月にね、ブラックマーケットショップスだ、ブラックマーケットストアみたいな、ちょっと名前ちょっとわからないんだけど、そういう感じのやつが11月に追加されるんで、おそらくそっちの方が BO3 のブラックマーケットみたいな感じになるんじゃないかなと思ってるんだけど。で、こちらね、最初の説明でブラックアウトをプレイしないと、ブラックアウトでのみのプレイでしか、これ獲得できないと思ってたんだけど、自分はブラックアウトを全然やらないんで、もうやらないんでね、多分一回もやらないと思うんでね、わからないけど、あれやるだけちょっと無駄なんでね、あれやるよりは、あれやるとマルチプレイができなくなるんでね、ベータでちょっとやったんだけどね、面白くないんですよ、俺は。なので、ブラックアウトはやらないと思うんでね。で、ブラックアウト以外でも通常のマルチプレイでもこれティアってあるんだけど、これが上がると、このティア1になるとこのエンブレムなんです。最初もエンブレムばっかりなんですよね、これね。で、1、2、これレベル、このティアのレベルが上がるにつれて、こうやって獲得できるアイテムが増えていくんで、これジェスチャーなんでね。こうやって、これ、自撮り。で、これは、備蓄品、装備品からアイテムを一つ入手って書いてるんでね。これはサプライドロップ的なやつなんじゃないかな。これコスチュームですね、これね。で、これコスチューム。こうやって。これはコーリングカードとか。こういった感じでね。こっから武器になるんですよ。武器の迷彩ですね、これね。IW とかでもあったように、ワールド2みたいなね。エピックとかそういった感じのタイプになると思うんだけど。これはね、ライトマシンガン。砂嵐。こういう感じですね。これ備蓄品ってやつが結構多いね。こういった感じで。ノーマットも気に入ってるんで。これは、エイジャックス。こうやって。後半は備蓄品ばっかりですね。ジェスチャー。あ、面白いな。フラフープね。面白い。これゲーム中に、こうやってできるんですよ。試合中に。今作ウィナーサークルがないからね。こうバッテリー、タグ。これも面白いね。これ200まであるんですよ。これバッテリーですね、これね。バッテリーも好きで、よく使うんで、欲しいですけどね。ジェスチャー、KI。こういう感じで。これはバッテリーですね、これね。騎士。で、105でこれ。
ダマスカス。これ GKS ね。これ200まであるんですよ。さっき確認したら200まであったんですよ。多分増えると思うんでね。この上のティアが。数字が増えると思うんでね、これ。こういう感じで。どんどん増えると思うんで。備蓄品が多いですね。あとは面白いのばっかり揃ってる。これもいいですね。仲間割れ降臨カード欲しいな。備蓄品、これはリコンですね。ああ、これはこれもリコン。ハドソン、ブラックアウトでプレイ可能なキャラクター。いらねえ。ブラックアウトやらんから俺。これ、今、とりあえず上限、これ200までなんで。名誉の覚醒、ICR っすね、これね。こういう感じで。以上にしていきたいと思います。はい。今回はね、ブラックマーケット解説のプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。